さあ続いては2015シーズン新ユニフォームをご紹介してまいりましょう。ここからはフロンターレ応援番組の MC を務めるこのお二人に登場いただきます。大きな拍手でお迎えください。まずはスキスキフロンターレ MC の愛梨沙さん。ライト川崎フロンターレ MC の木村明美さん。それではお二人からサポーターの皆様にご挨拶をお願いします。はじめにスキフロ MC 愛梨沙さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。スキフロンターレ MC の愛梨沙です。今シーズンも皆さんと一緒にタイトルを取るために戦うことができるようになり本当に嬉しく思っています。私は本当に毎年毎年毎回毎回フロンターレの効果がどんどん好きになっていくので、その熱い気持ちを番組を通して皆さんにお伝えしたいですし、何より皆さんが楽しんでいただける番組をお届けできるように一生懸命頑張っていきたいと思いますので、今シーズンもよろしくお願いします。続いてアイプロ MC 木村明美さんお願いします。皆さんこんにちは。ファイト川崎フロンターレ MC の木村明美です。今年で3年目ということで、本当に去年ギリギリまで実はどうなのかわからなかったんですけど、私もすごい不安でいっぱいでもどうしようどうしようって思ってたんですけど、また今年こうしてこの舞台に立って1年間皆さんと一緒にフロンターレ応援していけることをとても嬉しく思っています。3年目ということで甘んじないように成長自分もしていけるように、そして皆さんが毎週楽しみだなと思ってもらえる番組をお届けしていけるように頑張っていきますので、今年も1年間どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。それではここからの進行はお二人にバトンタッチいたします。愛さん、木村さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速2015シーズンの新ユニフォームを発表していきたいと思います。いきなり噛んでしまいましたすいません、皆さんはもうデザインはご存知かと思うんですが、新加入選手の皆さんがユニフォームを着てご登場されるので、温かい声援でお迎えください。それではご登場していただきましょう。選手の皆さんお願いします。ベースには肩から袖にかけて群馬の伝統的なアパレルホームストライプを、そして右はクラシカルなフォルムが採用されています。相手ディフェンスを切り裂く閃光のようなパス、突き刺さる稲妻のようなゴールをイメージし、白い襟やたすき掛けデザインなどどこか懐かしいサッカーの持つ抜粧性を稲妻のモチーフでデザインしました。なおゴールキーパーユニフォームはホワイト、グリーン、イエローの3色展開です。デザインは川崎フロンターレファミリーアートディレクター大塚一雄さんに手掛けていただいており、ネームランバーフォントも大塚さんオリジナルのものになっています。佐久田選手が着られているのがファーストユニフォーム、そして船山選手が着られているのがセカンドユニフォーム、そして松井選手が着られているのがキーパーユニフォームのグリーンです。ここでモデルとして登場してくださった選手の皆さんに一言ずつお聞きしていきたいと思います。まずはハーフユニフォームの角田選手、このユニフォームを着てみた感想をお願いします。似合ってますか？どうですか？自分でも結構似合ってると思ってます。今まではゴールドというちょっと奇抜な色やったんですけど、ちょっとこれからはこのブルーで本当に身が引き締まる思いです。袖とかも結構フィットしてて、
何かいいプレーができそうです。このユニフォームを着て今年はピッチの上で躍進躍動したいと思います。よろしくお願いします。角田選手すごいシャイとお聞きしていて喋らないかもみたいな感じだったんですけど全然爆笑を取って私すごいびっくりしてます。続いてはセカンドユニフォームを着てくださっている船山選手にお聞きしたいと思います。船山選手着てみてこのユニフォームのイメージいかがですか？どうですか着られてみて実際あれはい、率直な感想を。いや、背番号は可愛くて一応似合ってるか分かんないですけど、どうですか？嬉しいです。頑張ります。はい、ありがとうございます。そして、松井選手、ユニフォームの着心地、そして改めてユニフォームを着てサポーターの皆さんに前に立った感想はどうでしょうか？着心地は、最高です。異業種の名前サモンさんね。緑もとても好きな色で背番号も可愛いんでこれ着て無失点で頑張りたいと思います。楽しみです。それではここで選手の皆さんのフォトセッションに移らせていただきたいと思います。選手の皆さんは両手を腰に当てて前正面の方でお願いします。顔はドヤ顔でお願いします。はい、サポーターの皆さんカメラの準備はよろしいでしょうか？ぜひ今日この会場に来られなかったサポーターの皆さんのためにもどんどん SNS で発信をしていってください。そしてプレスの皆さんもよろしいでしょうか？よろしいですか？はい、お願いします。続いては背中側も見せていただきたいと思います。皆さん後ろを向いてお顔を左側で背中がしっかり見えるようにお願いします。ありがとうございます。最後です。それでは最後のポーズになります。最後はおなじみのプーマさんのロゴキャットポーズでお願いしたいと思います。はい、皆さん私の方を向いて左足を上げる形でお願いします。決まったのではないでしょうか？はい、角田選手、船山選手、松井選手に改めて温かい拍手をお願いします。ありがとうございました。本当にユニフォーム姿の選手の皆さんもかっこいいんですが、ね、やっぱりスーツ姿の選手も好きという方も多いのではないでしょうか。